大谷翔平選手超特大35号ツーランホームランに世界中が大騒ぎ。ドジャースの夜が明けたぞ。先日のナ・リーグ東地区1位の強敵フィリーズとの3連戦では、初戦こそドジャース先発エース左腕タイラー・グラスノー投手が6回被安打5、被本塁打0、奪三振9、3失点と先発投手の重要な評価指標 QS6 イニング以上を投げ、かつ3自責点以内を2登板連続で達成し、大谷翔平選手は3打数2安打2打点1ホームラン1盗塁と3試合ぶりのホームラン、しかも7度目のグラスノー投手への約束のホームランで、さらに2試合ぶりのマルチヒット、盗塁、4試合ぶりの打点、しかも2打点と大暴れと快勝しましたが、第2戦、第3戦と大谷翔平選手は2試合連続ノーヒットでドジャースも2連敗。今日試合前時点でドジャースは今季66勝49敗でナ・リーグ西地区1位を維持しているものの、2位パドレスとはなんと2ゲーム差まで縮まっており、一時期は2位とは最大10ゲーム差まで広げていましたが、故障者続出の影響からか今では3年連続地区優勝、ポストシーズン進出12年連続に心配の声が上がり、さらにデイブ・ロバーツ監督の選手起用にも批判が目立つようになり、去就についても報道がされ始めています。チーム状況が苦しいドジャースでしたが、先日フレディ・フリーマン選手とミゲル・ロハス選手が復帰、そして12日にはムーキー・ベッツ選手が2番ライトで復帰すると報じられました。久しぶりの MVP トリオが戻ってきます。そして今日から13連戦、まずはしっかり地区優勝に向けて大事な連戦となります。まず今日から本拠地でナ・リーグ中地区3位のパイレーツとの3連戦、大谷翔平選手にとって113試合目、チームとしては今季116試合目に1番 DH で出場。大谷翔平選手休養日明けでリフレッシュし、3試合ぶりヒットホームランなるか、大事な13連戦、スタートダッシュとなるドジャース勝利なるかに注目が集まった今日の試合。ドジャースの先発はトレード期限前に移籍してきたウアン・ジャック・フラーティ投手。今季はここまで19試合に登板し8勝5敗、防御率 2.80 で今日が移籍2試合目の登板となります。相手パイレーツ先発はメジャー6年目のウアン・ミッチ・ケラー投手。昨季オールスターに初選出されるなどブレイクし、今季は22試合に登板し10勝5敗、防御率 3.20 と好投を続けており、大谷翔平選手は過去に5打席の対戦で1本塁打を放っており、5打数1安打1打点2三振。今季は今日が初対戦となります。1回先頭打者で迎えた第1打席、カウント2ストライクから155キロ直球に空振り三振。2回1死1塁で迎えた第2打席、カウント2ストライク1ボールからスライダーをバックスクリーンへ運ぶ飛距離 136.5m という超特大35号ツーランホームラン。大谷翔平選手確信歩きを見せました。現地実況席で2ストライク後の打撃不振について語られていたところで、それを黙らせるような一発、これで3試合ぶりのヒットが特大ホームランとなり、ドジャースがリードを広げる貴重なホームランとなりました。これで今季 48.8本ペースとし、今朝本塁打数でリーグ2位だったオズナ選手がホームランを放ったことで1位タイに並ばれていましたが、1本差をつけ単独1位。またアジア出身選手のメジャー通算本塁打218本まであと12本としています。さらに言えば、大谷翔平選手はこの時点で今季 44.6 盗塁ペースとしているので、ホームランと盗塁を組み合わせた史上3人目、30本塁打 &50 盗塁史上6人目、40本塁打 &40 盗塁史上11人目、40本塁打 &30 盗塁だけでなく、史上初50本塁打 &30 盗塁史上初50本塁打 &40 盗塁史上初50本塁打 &50 盗塁という偉業達成に大きく近づきました。この後の打席にも期待しましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。